江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民、自分が西洋圏の人間であれば日本文化のことが本当に好きだったと思いますというですね、スレッドがありましたのでご紹介していきたいと思います。それではくーちゃん、お願いします。自分が西洋で生活していたら、東洋はあまりにも異なる文化圏なので興味を持っていたと思いますが、その中でも日本は経済大国で清潔で礼儀正しいイメージがありますよね。別にそこまで大したこともないものでも、自国の文化をマーケティングするのが上手です。着物、アニメ、漫画、芸者、寿司、ラーメン、忍者、侍、あらゆる種類の東洋のオリエンタリズムがあるので好きになっていたと思いますが、それらの固定概念が他のアジアの国々にまで影響を与えてることは渓谷人として悔しいですね。一方、我が国のことを好きな外国人は K-POP やドラマのことが好きでも、K-服や K-服、キムチなどは好きではありませんよね。これは日本文化が渓谷文化よりも優れているという意味で言ってるわけではありません。日本文化がよく知られているように、我が国独自の文化も西洋に知ってもらうことができればと考えています。頑張ればいいじゃん。はい、それではですね、こちらに対して渓谷の反応を見ていきましょう。はい、1人目、我々がイギリスの感性を好むのと似ている感じだろう。イギリスの感性、どういう？これは同意する。イギリスもヨーロッパではイメージが良くないんだけど、日本と同じようにイメージ作りとマーケティングが優れている。リアルに西洋の人々が想像するアジアへの幻想ですよね。どんなにイギリスが悪いイメージなんだ。バブルの時にお金を使ってマーケティングしたのがうまくいった、認めます。スレ主が書いてることが彼らが考えるアジアそのものなんですよね。全ての国々に自国だけの固有文化がありますが、特に日本はマーケティングとパッケージングがかなり得意です。じゃあやればいいじゃん。日本が自国の文化や建築物をうまく観光化していて、西洋の人々の文化とは少し違うからだと思います。認める。文化を保存し、国のイメージを悪くしないようにして清潔も保っている国だ。我が国は文化は破壊されてしまったけど、 TT 自業自得じゃん。渓谷宮は未だに修復中なんですよね。正直言って破壊されていなければ、我が国の観光産業はもっと優れていたと思います。ねえ、残ってたから、じゃあ外国人が来てくれるかまたちょっと話別だからな。まあ、素材として残ってるのはいいことだけどね。維持とかね、PR とかね。第一に、日本は自分たちの伝統文化の保存をうまくやっている。イギリスを見ているとよくわかるよ。わら、だからこそ、ブランディングがめちゃくちゃ大切なんだ。日本のことは好きじゃないんだけど、自分たちの文化をもっと海外で促進するためには、日本のやり方を見習うべきだと思う。同意する。しかし、自分たちの文化を促進するためにも、まずはある程度の経済力がなければならない。日本はまさに西洋の人々が想像する東アジアを凝縮したような感じで、実際に街並みも美しく、食べ物も美味しく、観光名所もたくさんあって、オタク文化のレベルも高い。ハリウッドスターたちが日本によく行くのには理由があるということ。日本はブランディングが優れているだけではなくて、実際に文化水準も優れている。イメージメイキングばかりやっていても、そこまで多くの人が訪れる観光地にはなってなかったと思う。だから、こういう部分を見て学べる部分は学んでほしい。特に都市美観や道路舗装など。はい、というね、意見でした。それではですね、こちらに対してチャットの反応いきたいと思います。はい、それではですね、上の方からいきますね。別に好きになってくれって言ってないけどね。お前らには BTS とイカゲームがあるに、立て言い出すまでがデフォ、かっこ笑い。何の魅力もない東洋が日本の隣にあるらしいぞ。なんで半島にはそういったものがないんでしょうね、わらわら。無理やり押し付けて嫌われるのがデフォ。知られれば知られるほど嫌われるから嘘つくんじゃないの。お前らはいつの間にドイツから英国に鞍替えしたんだ。渓谷旅行に行った観光客が日本に来て渓谷の悪口が止まらないんだぞ、わら。いや、イギリスはお前らと違って歴史あるしな。
歴史と積み重ねはお前らにはないのだ。エゲレスとお前らのどこか似てるんだよ。王室もないくせに。アニメも音楽も日本はマーケティングは後からしてるんですが、イギリスは植民地支配してたけど日本は併合だったんだよ。系譜組屋だけでなんとかなるもんじゃなかろ。お前ら修復すると現代風アレンジするだろ。だからといってザパニーズのふりをするのはやめてほしいな。日本のことは好きじゃないけどもう慣用句ですな。わらわら。これをね、頭につけないと親日派扱いされちゃうからね。こっち見なくていいから、惨めになって発狂するだけだぞ。日本が宣伝したわけじゃないんよな。日本に来た旅行者が帰って広めたのが始まりなんだな。悔しがったり羨ましく思うなら自国の文化を守れよ。それだけ。素直に学べてたらそんなにひどくなってねえだろ。民度だから諦めてもろて。わらわら。大好きなドイツでも見習って再エネドヌなんだのやってりゃいいだろ。日本なんて気にするな。イメージメイキングが優れていても中身が伴わないと二度と来ないだろ。一回きりだけでさよならすることになるだろ。わらわら。2号のイギリスなんてお前らよりお金なかったはず。まだ生き残って存在感満点だの。大したもんよ。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。